新型コロナウイルスの感染者が県内で新たに358人確認されました県は今日午前10時までに新型コロナの検査を3766件を行い新たに358人の感染が判明しました自治体別では金沢市が150人と最も多く小松市が51人、白山市が48人 野の市が30人となっています。感染経路がわからないのは269人で、全体の75%を占めています。また昨日クラスターに認定された金沢医療センターで新たに2人の感染が判明し、感染者は25人となりました。